松潤さん、こんにちは。ピアノ弾いてますか？あのね、今偶然なんですけども、YouTube にピアノの演奏がこう動画のおすすめで上がってきたんですよ。で、クリックしてみたんですよね。これがね、すごいなと思いました。あのその動画の URL を1個だけつけときますので、ご覧いただきたいんですけども、この方の YouTube チャンネルはいろんな曲をね、単調にして演奏してるんですよ。そうすると、あのポップでノリのいいマリオブラザーズのゲームのね、BGM もなんかすごく悲劇的な、世紀末的な音楽に変わるんですよ。いや、これすごくないですか？こういうの松潤さんなんかこう、考えついたりしないですかね？例えば、なんかこうわかんない、キャンディーキャンディーを単調でやってみたらこんなに絶望的な曲になりましたみたいなね。なんか結構これは興味深いなと思っちゃったんで、思いついたんで動画にさせてもらいました。それではよろしかったらね、動画概要欄からその曲をちょっとクリックして聴いてみてください。私はこの辺で撤退しますので、あとは曲を聴いていただいて、ちょっとカルチャーショック受けましょう、一緒に。それでは一旦失礼します。